Hey everybody, こんにちは。 Hey Blue。 ブルーがね、大きくなってね、ちょっとハイキングしてたらすごいところ見つけてさ。ところ来たやな。本当にいいところ見つけたわ。ちょっと今日お話したかったことはですね、やっぱりこの行動についてなんだよね。やっぱりこういう場所にいると、今サンタフェ、ニューメキシコ州のサンタフェっていうところなんやけど、こういう場所にいるとやっぱ地球って星だなって本当に理解するんだよね。これなんか都会に住んでるとさ、街っていう感じなんだけど、ここら辺散歩してるとね、本当にね、なんか石がある星の石みたいな感じなんだよね。ちょっと今日面白い話があって、できればお話ししたいんですよ。でここからね、多分ね、見てるよりは動画聞いてる方が楽しいと思うんで、もしよかったらこれセーブ later、 後でセーブして後で聞くっていう感じでやっていただければ幸いです。 Alright, will you wait there, okay? ええ子やな。 Okay, よし、ちょっと聞こえるかな。でね、ちょっとマジ本当に話したいことがあるんだよ。でそれは本当にこれだけを知ってると人生がだいぶ楽になるっていうことなんだよね。ちょっとここ景色綺麗なんやけど、ここはもう地球っていう星で、正直誰もいないんだよね。で今僕がここにいることっていうことは、すごい僕は幸せなんだよね。これちょっと深いんだよ。どういうことかっていうと、自分がニューチュラルな場所とかにいると自分自体には問題ないんだよね。でも自分とある環境の組み合わせで悪くなっちゃうわけよ。あなたには問題ないわけよ。あなたがこのセットに入るとあなたが不幸せになるっていうことなんだよね。へい、ちょっとね、風があれだったんで、僕はアメリカの新しいスタジオに戻ってきました。まだセットアップ中なんやけどね。でごめん、このビデオのポイントが、あなた自体には問題がないんだけど、自分があるセットに入ると問題を感じて、不安を感じて、不幸になっちゃうっていうことなんだよ。例えば仕事っていうところで、まあ僕前本当にやりたくないことを毎日仕事にして、なんで仕事やらないといけないのって言ってやら、もう本当にやらないと悪いことが起こるからっていう、本当にもう恐怖の中で僕毎日働いてたんだよね。本当に毎日がモノクロで、もう鬱になるみたいな大変な時期があったんですよ。毎日仕事したくない。で、その時よく考えると、僕自体には問題がなかったんだけど、僕が仕事っていうトピックをマスターしてなかったから、そこで問題が現れて不幸を感じてたっていうことなんだよね。で、なりがちなのは、僕がこの仕事っていうセットに入ってた時は人生がうわー大変だーってなってたんだけど、本当によく考えると僕には問題がなかったんだよ。僕が仕事っていうところとセットになった瞬間に不幸が現れてきたんだよね。これ人間関係も同じなんだよ。例えばよく喧嘩する人とかいるでしょね、上司かもしれないし、いろんなね、人間関係で問題があるときに、その人と一緒にいると、その人とセットになった瞬間に不安を感じたり怒りを感じたりするわけよ。あなた自体には問題ないんだけど、セットになった瞬間に問題が出てくるのね。なぜかっていうと、ポイントは自分が望んでいる結果にそのセットがまだたどり着いてないから、そこで問題、不安を感じるんだよね。でどうやって問題を解決していくのかっていうのは置いといて、このビデオのポイントはセットに問題があるんだよ。あなたには問題がないんだよね。これを理解するとだいぶ人生が楽になって、パン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 行動が取れるようになってくるわけよ、ね、でもこれを理解しないで、このセットが終わってるのに、例えば仕事っていうセットのところで不幸を感じて不安を感じてるんだけど、仕事働いていない時にまだこのセットの状態に頭を持ってるわけよ、ね、仕事してないのに仕事っていう不安をまだ抱え込んでいると、その不安を持っている人の行動を取り始めるわけよ。で不安を持っている人の行動っていうのは、もっと不安を呼ぶ行動の結果につながってくるんだよね。で僕はそれやめてって言ってるの、やめようぜって言ってるのね。
捨てていいのよ。セットにあるときは問題があるんだけど、セットが終わったら自分には問題がないわけよ。人間関係もそうなの。だからいろんなことで、うわーこいつまだあいつ絶対やってやるみたいな、もうその人目の前にいないわけよ。そのセット終わってるから自分それを手放さないといけないの。手放してここにはまだ理想にはなっていない結果があるんだって。じゃあそれをどうやって変えていくのかっていうのを、感情的じゃなくて論理的に進んでいくっていうことによって自分が望んでいる結果を手に入れることができるんだよね。どんなにお寺に行って神様にお祈りしてね、でもその望んでいる結果は変わらないわけよ。なぜかっていうと、自分が目標にしているための行動を取らないと現実は変わらないからなんだよね。ね、だからこれは不思議なことなんだよね。自然の中にいるとみんな幸せなんだよ。みんなナチュラルな状態で幸せなんだよ。でもこの社会的なゴールがあるところ、そもそも社会的なゴールって誰が作ったのっていうと、悪い男たちが作ったんだよね。これって思うかもしれないんだけどね、特に日本の場合だったら行動すると叩かれるっていう、すっごいアンフェアな、リアリスティックじゃない社会的なゴールが日本にいっぱいあるわけよね。ちょっとした行動でちょっとした誤ったら叩かれる、ね、これなんか社会的に有名になったらニュースで叩かれるとか、スポーツの新聞から叩かれるとか、こういう怖いことがいっぱいあるわけよ、ね、でも現実的に自分のセット、例えばお金のセットとか、自分がどのぐらいお金があるのかとか、自分の仕事のセットとか、本当にやりたいことでやっているのかって、で人間関係のセットとか、本当は断りたいんだけど相手が怖いから断れないとか、ね、このセットを変えていくには行動を取らないとダメでしょ、ね、で行動を取らないといけないんだけど、特に日本の場合は完璧な行動を取らないと許されないっていう社会的なアンフェアなアンダースタンディング、社会的な、みんながそうだよね、これを本当だよねって思っているルールみたいなのがこの社会にあるわけよ。で、これを外していかないと社会っていうか僕たちは世界が変わっていかないわけよ。みんなが怯えてて、ちょっと行動を取りたいんだけど完璧な行動じゃないと進んじゃダメだよって、完璧なことじゃないと叩かれるよ、先生から怒られるよとか、学校もそうじゃん。完璧な行動だったらいいよ、100点満点を取れるんだったらいいよ、みんなが認めている中のための行動だったらいいよってね、そうじゃないわけよ。この星はあなたはあなたのままの幸せのための行動を取っていかないと幸せな現実は結果になってこないんだけどね、その行動を恐れていたら、自分はアクセルを踏みたいんだけど恐れているから心のブレーキも同じ瞬間に踏んでいるんだよね。で、この心のブレーキを外せるようになっていかないと現実は絶対変わらないわけよ。絶対変わらないわけよ。俺本当に思うよ。本当に。だから僕たちは魂として地球に遊びに、学びに来てると思うんだよね。だって魂は宇宙のところで、よく本当にこういう場所とかね、さっきのね、崖の上とかにいると、マジここ火星かよって感じるんだよ。あ、確かに地球って太陽のところをぐるーってやってる、こういう石とか何百万年前のものとかじゃんって。ね。ここにいると問題ないなって。でも社会的なみんなが決めて、ここには問題があるよね、こういう風にならないといけないよねっていうところに自分にセットに入れた瞬間に不幸を感じるんだよね。ね。だから現実を変えていくとき、もう参ったなって、もうやってけねえよ、もうつらいよ、どのぐらい行動しないといけないの、やりたくないよ、人生つらいぜって、もうやだってなったときに、忘れないでもらいたいのは、あなた自身には問題がないのよ、あなたは持ってんのよ、もう作られた瞬間から、生まれてきた瞬間から持ってるわけよ、パワーがついてるのよ。で、どこに問題があるかっていうと、どっか社会的なゴールがあなたとセットになった時に、あなたは子供の時とか若い時とかどっかで、あ、自分のままでなってたらダメなんだって勘違いして、自分というパワーを出せないんだよね、そのセットで。で、不安を感じている。
ね、自分っていうところをバーって出してそこのままで行動を取ってたら結果が絶対変わるわけよ。で、あなたはもう持っている存在だから、あなたがフルパワーでアクセル踏んで行動を始めたら何が起こると思う？あなたの周りに幸せがいっぱい出てくるのよ。あなたっていう光の存在、愛の存在がこの星で行動を取ったら、もういい加減にこういう社会が納得している意味がないこと、戦争とかね、仕事だったらもう帰っていいのに帰っちゃダメ、なんでってみんながそれ納得してる、このバカバカしいこととか外していって、クリエイティブな楽しいワクワクすることに行動を取っていったら、ね、自分の人生が変わるんだよ。で、僕たちがそういう感じで行動を取っていったらこの星どうなると思う？古い考えを持っている人たち、古い考え方がなくなっていって幸せでありのままのあなたで大丈夫だよ、生まれてきてくれてありがとう、ね、そのような美しい環境がリアリティに変わっていく、そうだと思うんだよ。だから忘れちゃいけないのは、あなたっていう存在は100点満点なのよ。あなたっていう存在を失敗できないの。あなたっていう存在がこのセットと組み合わった時に、あ、俺ダメだ、私はダメだ、私にはできないんだって思い始めちゃうんだよね。それが今日のポイントで、ぜひ忘れてはいけないこと。 You are perfect. We are waiting for you to make the move. The whole world, 世界が、あなたが自分の心ワクワクをフォローするのが待ってるんだよ。だからお互い大好きなこと、愛せることで、この一回の人生を生きていこうぜ。 I love you guys so much. Please let me know what you think of the video. ぜひフィードバックをいただければ幸いです。 I'll see you next week. ありがとう。じゃあね。 I love you guys.